現地で家を買いたいですと、自転車買いたい、バイクを買いたい、あと電動キックボードですね、フィリピンでは普通に使われている、まあ、日本だと結構規制がどんどん厳しくなってきて、また、日本もつまらない方向にまた行ってしまうのかなと、規制ばっかり、規制が先に来てですね、フィリピンの場合、電動キックボード普通に使ってるんですけど、ね、あと日本のグッズを現地で買いたいということなんですね。まあ、日本のグッズについてはですね、ちょっと当然、インポートされてる、輸入されてるだけにちょっと高いですよね、税金面とか、多少高いんですけども。まあ、僕が好きなソフトサラダとかですね、400円ぐらいするんですよね。コンビニで買うと200円しなかったりすると思うんですけど、日本だと。こっちだと400円ぐらいする。まあ、2倍ぐらいとかですね。物によってもちろん違ったりします。まあ、ダイソーとかもあるんですけども、こっちはですね、やっぱり高くなってます。電動キックボードは、5、6万円ぐらいで買えますかね。もちろん、安全性をしっかりしたものを買ってほしいんですけども、バイクとか自転車もですね、安く買えるものもあります。まあ、家なんかは当然高くものもあり、ピンキリですね。上手な稼ぎ方。